おはようございます。生田竜星です。藤本まりのです。今週も1週間目覚ましテレビをご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。佐藤本さん、はい、今週はどんな1週間でしたか？ざっくりしてますよ。ざっくりした、今週があのスポーツのコーナーに出させていただく機会が多くて、その中でもあのモーグルの堀島行真選手という選手を取材させていただいて、そのオンエアが今週ありました、はい、ジャンプ台みたいなところからこう滑ってきてこう技を披露して、そのまま水面にあの着水するっていうのを練習されてて、それをこう取材するにあたって、なんかそのジャンプ台の上までこう私も一緒にこうついてやらせていただいて、坂をこう何回かこう登ったり降りたりしたんです、次の日です。あらあら、次の日朝目覚ましテレビにオンエアがあったので起きようと思ったら、で、立ってもうあの足という足の全ての筋肉が筋肉痛で、そうでもうついでにこうお尻も痛くて、オンエアではヒールを履くじゃないですか。そうか、足がずっと震えていてバンビちゃんみたいな足フラフラしながら、本当にでも25歳でこれでいいのかと、練習についていくだけでもこのありさまですよ、私今後大丈夫かなと思ってでもね、これからも取材とかもしかしたらたくさん出ることもあるかもしれないから、はい、ちょっとあの足腰鍛えなきゃダメかもね。足腰鍛えて体力をもうちょっとつけなきゃダメですね、反省しましたここ最近に一番の反省です。はい、運動します。はい、ね、ちゃんと大事だね。はい、生田さんは今週どんな週でした？はいはい、そうですね、個人的な話になるんですけども、10月7日はですね、兄の誕生日。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。何かお祝いしたんですか？あのね、ちょっとあの私も取材だったんで、あやいはしなかったんで、はい、メールを一本、おめでとう、はーいって軽めの軽めの感じでした。毎年そういう感じなんですか、誕生日は？そうですね、年軽めですね。もうね、年も年ですから。はい。生田さんの誕生日は、あのお兄様から何かあったんですか？動画が送られてきたかな。おめでとうみたいな。あれ、じゃあちょっと生田さんも軽くないですか？そっか。お兄様からの方が結構ちゃんとお祝いが。だからハイだと。かもしれないです。動画を期待してたの。そっか、ちょっとじゃあ送り直そうかな。で、今日は軽部さんの誕生日。どっちかと目覚まし的にはそっちがメインだ。いやいやいや、今日が軽部さんの誕生日ですか？いやいや、おめでたいです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっとあの、祝ってほしそうな感じ出てたね。出てました。スタッフ自体で、あの今日軽部さんの誕生日ですよって、あの軽部さん自身が言わせてたの周知させたらしい。オンエアが終わった後に、メインの応援正解アナウンサーが、すぐね、軽部さんおめでとうございますって言った時の笑顔、とても嬉しそうちょっとこの後アナウンス室でお祝いしましょう。そうだね、はい、ありがとうございます、はいはい、ということでまた来週もよろしくお願いいたします。お願いします。さようなら。バイバーイ。